はい、はい、今日は餌締めですね。今日はコニタンと私ともちゃんの2人で餌詰めをしていくところを撮ってます。ノーカットで頑張ってます。はい、普段僕たちがどのようにダチョウの餌をね作ってるか、うん、見てってくれたら嬉しいです。はい、そうね、いろんなスイッチを押すのね、まず最初にね。そうですね、換気扇とかあとは扇風機、そう、粉塵が飛ぶ方向を決めるというね。そうそうそう、で私が今袋を抱えて持っていきました。これじゃまだ足りない。そう、全然足りないねはい、今から餌を準備しますね。次の投入する餌をどんどん積んでいきます、うん、はい、私の方はまだちょっと袋を準備してますが、あの奥に見える黒い機械の中に餌がもう入っているので、それをどんどん今積んでる袋に詰めていきます。はい、あの黒いやつについてる白いカレンダーっぽいやつ、うん、それ今僕がちょっと確認しに行きましたけど、うん、あれにそのレシピが書いてあるんですよね。そうですね、ギリギリ読める、ね、あれの通りにね、そう、はい、1個多かったとそう、台数と餌付けって似てるからね。確かに。今どんどこ積んでるのがアルファルファミールという牧草の粉末ですね。ダチョウの主食。そうそうそう。私はようやく今餌の袋詰めを始めました。はい、2つ目。なんか自分がやってるの見るのってすごいシュールですね全然普段絶対見れないから。絶対見ないね、うん、来ました来ました来ました。これがね、一つの部屋に餌が全部置いてあったらいいんですけど、それが違うんですよね、うん、これはまだ同じ部屋にあるやつだけど、うんうん、はい、次詰め出る作業の時のために横でだんだんね山を作っていきますけど、うんうん、今並べているものは、そうですね、あそこの黒い機械の中の餌の袋詰めが終わったらその中に入れる餌になります。はい、壁が綺麗になったな。もう確かに茶色のが見えないよ。よかったですね。クモの巣どこ行ったの。すごい。帰ってきた。いっぱい。隣の部屋にも資料を置いてるからね。そうなんですよね。帰ってきましたね。そう、同じ部屋にね積んでてくれれば、なんて簡単なことか。こっちの壁ぶち抜いてほしい。ああ、確かに。ぶち抜けばさ、あれじゃない、あのシャッターも大きな1枚にできてさ、軽トラも楽に入れるよ。軽トラとか、そう、餌積みの人リフト、そうそうそう、うん、ですね。なんだっけ、リンカルリン酸カルシウムの粉末とカキ殻。そう、この作業が一番腰にくると。こいつは重いんですよね。地道に飛脚でやりましょうよ私いつも飛脚でやるよ、重たいから。飛脚でやったら遅いよ。でもどうせね、
時間余ってるじゃないですかいつも。確かし。そう。で、はい。そうこの日目をやられたトウモロコシ。あ違う。唐辛子。唐辛子。はい。で諦めますよ。あ諦めた。うんどうしたの？目をやられた？気をつけてくださいね。目やられたのとオーバーヒートね。オーバーヒート疲れた。そう。ああ。こんだけ重いものを運びますからね。はい。ハサミを手にしましたよ。手袋を投げて。そう。ちょっとね手袋ね分厚いんでちょっとやりにくいんですよね紐を取るのに。ああ。はい紐を取っていきます。早い。はい、この並べた袋を一つ一つ開けていくんですよね。いやもう最初の頃とは打って違ってもうベテランですね。うん。最初の頃は紐うん取りにくくて、うん、あのもうやだってなったら上っ面、うん、上っ面切っちゃってましたけど。髪はでも切りづらいからね。絶対に糸を取った方が早いです、うん、リンカルのやつは切っちゃってもいいけどね。まあね、あでもリンカル綺麗に取れるとめっちゃ達成感あるから私毎回取るよ。やってみよう。だんだんと壁ができていく。あ、カメラの移動が入ります。はい、トムちゃんの働きぶりがそうね、こんな風になってますね、うん、こんな風に餌を後でどんどんこう積んでいくわけですね、うん、壁際に積んでいきます。なんと見やすい。うん、はい、はい、ホリタンが今から積んでいきます、壁際に。こんだけ作ってもね、2、3日すればなくなるんですよ、うん、そうね、1日に20個今詰めてるやつは20個ぐらい今使ってますね、うん、20袋で、これ毎回作ってるのは60袋ぐらいでしょう。そうですね、だから3日分、4日分ぐらい、うん、そうですね、今粒ストックなくなったんで、お掃除タイムですね。ね、掃除してもしても、うん、キリがないと。ましてやこれからまた餌入れるから、そうね、ね、そうね。あともうちょっといっぱい入ればいいのになって思っちゃう。うんうん、あ今覗き込んだのはあとどのくらいかなっていう確認です。はい、すべての餌が流し終わりましたかね。はい、おお、はさー、あ今全開にして、うん、はい、終わった。はい、はい、ここから餌詰め、餌詰め、餌投入。そうですね、そこに今ホリタンがバサーッと入れたものがあのパイプを伝って上に巻き上げられて黒いとこに入ります。うん、はい、どんどこ入れていきますね、うん、
私はガスマスク的なものをいつもつけてます。まあマスクが顔に合わないので、うんうん、これぐらいしっかりつけてた方が安心。そう、あで今入れたのがアルファミールですが、そうなんですよ、この粉塵がすごいんですよね。そうなんです、こいつが汚れる諸悪の根源です。でもダチョウの大事な主食なので、ちょっとこれを抜かすことはできない、ね、うん。もっとねキューブみたいにね、うん、そうですね、もうちょっと固形になればフレークでもいいよね。うん、おっとここで唐辛子気づいた。まだかこいつ。そんなこと思ってないよ。おできた、真っ赤な袋。いや怖い、すごい色パサーって、やらかしたと思ってますよ今も、うん、自分だって扇風機の方にいるんだ。そうそうそう、そうこの時に目をやられているから、もう回ってる。ふすまの投入今回は遅いね。まあまあ開いてない、開いてない。こんなこともこんな時もある。ふすまがね一番ね遅い、うん、まあまあ、なかなか入っていかないし、軽いからいっぱい入ってて、そうなんです、落ちるのが遅いですね。そうなの、アルファが 1,2 個あって、うん、大豆が2個かな。そうですね、でそう大豆で終わらしたいから多分私が途中で行ったんだと思う。アルファじゃつまらないね、きっと。うーん、だと思うね。でもふすまで詰まっちゃうから分かんないね。量か、連続で行けたら、はいはい、このパイプがもうちょっと太ければ。あーね、そうですね、これでおしまいだね。おしまいです、終わった。はいはい、おしまい。あとは元の位置に戻して、はい、片付け片付け。窓を閉める。うん、そしてあそこ、私が今覗いているところから餌が出なくなった。まだ出てます。あ、OK、止めます、はい、止まった。とまあこんな感じで餌やりは終わりです、はい、終わりです。お疲れ様でした、バイバイ。